最初からすごく落ち着いた雰囲気で笑顔いっぱいで和やかな明るいオーラがたくさん出てました。その中隊がどんな方なのかっていう不安も大きかったんですけど、なんか顔見た瞬間から安心するというか、初対面だけどすごい安心感があって、ありがとうカードの内容とかもすごいなんか不安なこともあると思うけどみたいな内容を書いてくださってて、すごい優しい方だなと思いました。表彰されるぐらいだからすごい人なんだと思ってすごい身構えてたんですけど、すごい包容力がめちゃくちゃあってめちゃくちゃあってよかったです。あの一緒に出勤が終わって同じ時間に退勤っていう時、今日はこうだったねっていう、まあ業務の話だったり、あとはプライベートの話したり、仕事が終わったらお友達と